借金返済日ブログ。本日の借金返済場所は、そうです。地元、福岡で借金を返済していきたいと思います。福岡について、まず行きたいとこと言えば、そうですね。アコムですね。 ただいまーっていうことでね、アコムただいまーっていうことでね、このアコムが入ってるビルのね、この階段がね、薄暗くて幸せが全部剥がれ落ちそうです。えー、それぐらいね、もう幸せが吸い取られそうでございますけれども、アコムバイって聞こえてきます。アコムバイってね、なんかもうその東京とね、もうやってることがね、もう何にも変わんなくても涙出そうです。<music> えー、借金返済してね、ちょっと体力持ってかれたんで、えー、腹ごしらえしたいと思います。こちらの新新ラーメンに行きたいと思います。わわ、久々です。何十年ぶり。多分この新新ラーメン自体も、ね、多分あんま地元民の方行かないんすよ、ね、多分結構観光客向けのお店だと僕はね、思うんすけどね。うーん、で、結構並んでました。うーん、結構。 こう並んでましたね。なんか外国人観光客の方かなんか8名、9名で並んでてすっごい並びましたよね。もう並びたくなかったですけどね。なんかもう団体で来るとこじゃねえよっていうね。ラーメン屋なんてね。もう8名、9名で来んじゃねえよっていうね。一人二人で来るとこだからってね。母国へ帰ってくれってね。ちょっと、ちょっとね。ちょっと思いました。母国へ帰ってくれ。ちょっとだけね。思いましたけどね。でも懐かしいですね。新進ラーメン。多分ね、昔食べた記憶があってね。多分ね、そのちっちゃい頃ね。多分なんか新進ラーメンのこと多分その、なんか、 チンチンラーメンって言ってたのかなうん、わかんない。言ってったのかななんかチンチンラーメンって、もし言ってたのならば、よく今この職業してるなっていうね。そんなユーモアのやつ、ユーモアのやつ、そんな新鮮ラーメンをチンチンラーメンとか言う、そんなユーモアのやつはね、こんな職業ついちゃダメだって思いますけどね。なんかしかも横のね、お客さんが最悪でしたよ。もう食べてる時もなんかゲブーって吐いてるね、おばさんとかいたりとかしてね。で、横のおばさんもね、なんか、ああ、寒い。ああ、寒い。 寒いってこう、なんか、口に出さないといけない人いるじゃないですか。寒いよ春先は。春先はまた寒いから、その今、いあ寒い、あ寒い、寒いって思ったら、なんかその間に、うーってゲップ、寒いの間に、うー、寒い、うー、みたいなね。なんかもう最悪でございましたけれどもね。久々地元帰ってきてね、ゲップ聞かされてね、うるさい、寒い、寒い,寒い,寒いとかね、外国人観光客もね、すっごいいてね、そしてなんか借金返済もしてね、僕地元に何,何しに帰ってきたんだっていうね。本当に悲しくなりますけどね。いや、でもね、福岡。 大好きです。すみません、尺余りました。すみません。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。